で、マー君、リンちゃん、お付き合いありがとうございました。この後、ステージ、トークショーに向けて、ギャランティーを要求してるの。なんでそれお姉さんが支払うシステムなの？なんならお姉さんも割と努力をしてる。なんなら一緒に。ね。違う？あと、じゃあ、とりあえず、セットチェンジしますんで、お引き取りいただいて、ありがとうございました。拍手！ありがとうございました。さあ、雨もやみました。ステージの準備はね、あと、椅子をセットして、選手をお迎えするばかりでございます。この後はいよいよ選手をお迎えしてのトークショーとなりますので、皆さん楽しみにお待ちください。